授乳中の母親を助ける直接授乳観察用紙の使い方。多くの母親は赤ちゃんに一番良いことを知っていて、母乳をあげたいと思っていますが、うまくいかないこともあるかもしれません。適切な観察と必要に応じた支援を受けられると、母親の母乳育児はスムーズになります。母親の授乳の様子をアセスメントすると、どこがうまくいっていて、どこを改善したらより効果的になるのかを確認できます。コミュニケーションスキルを使って話を聞き、観察し、反応して母親に自信を持ってもらいましょう。このビデオでは、直接授乳観察用紙を用いて授乳中の母親をどのように観察し支援するのか紹介しています。この用紙は順調な授乳の様子をいくつかの要素に分けることで、支援者の観察スキルを向上させるためのツールです。全体的な母親の様子、赤ちゃんの様子、乳房の様子、赤ちゃんの体勢、赤ちゃんの吸着、吸鉄の6つのパートに分かれています。各パートには授乳がうまくいっているか、困難が発生する可能性があるかを見分けるために観察するべきサインが書かれています。観察されたサインにチェックを入れていきます。チェックがすべて左側にあれば、授乳はおそらくうまくいっているでしょう。右側にチェックが入るときは、何か対処が必要な解決すべき課題があるかもしれません。1、母親の全体的な様子。この母親は健康で、赤ちゃんとの間に良好な関係を築いています。赤ちゃんとアイコンタクトを取り、しっかりと抱いています。こちらの母親は赤ちゃんとアイコンタクトがなく、しっかり抱っこできていません。気が散って疲れているようです。この母親は不自然な姿勢で授乳していますが、背筋を伸ばして座るともっと快適な姿勢になり、赤ちゃんをしっかりと自分に引き寄せて抱くことができます。2、赤ちゃんの様子の観察。この赤ちゃんは健康そうで落ち着いています。赤ちゃんの口はおっぱいを飲みたそうに動いています。反対にこちらは大泣きしていて、母親の乳房を手で叩いています。この赤ちゃんは乳房を口のところに持って行っても興味がなさそうです。3、母親が授乳しようとしているときに、あなたは乳房についてどのようなことに気づくでしょうか。この母親の乳頭は健康そうです。こちらの母親の乳頭は傷ついています。赤ちゃんが吸い付くと痛みで顔をしかめています。こちらは適切に吸着した赤ちゃんです。乳頭は普通の形で、赤ちゃんが乳房から口を外すと乳頭の先が丸く見えます。この赤ちゃんは吸着が浅く、乳頭が舌と口腔外に挟まれて尖った形になっています。赤ちゃんの口の中で快適な場所まで深く入っている時の先の丸い乳頭と比べてみましょう。乳頭はほとんどの場合外に飛び出していて、口に含みやすくなっています。この女性の乳頭は陥没しています。健康な赤ちゃんであれば、何度か吸着を試していると乳頭の先を引っ張り出すことができます。赤ちゃんは口いっぱいに乳房を含み、吸着し吸鉄を始めます。この母親は赤ちゃんの吸着の邪魔をしないように、指を乳頭から離れたところに置いて乳房を支えています。こちらの母親の指は乳頭に近すぎて、赤ちゃんが乳房を口いっぱいに含むには邪魔になるでしょう。4、赤ちゃんの体勢を観察する。
赤ちゃんはしっかりと抱き寄せられていて、耳、肩、腰が一直線になって乳房の方に向いています。赤ちゃんの鼻は乳頭に向き合っています。赤ちゃんがしっかりと抱き寄せられていません。首がねじれて体は乳房の方に向いていません。鼻が向き合っていた赤ちゃんと比べると、口が乳頭と向き合っています。5. 赤ちゃんの吸着の観察。この赤ちゃんは適切に吸着しています。口が大きく開き、赤ちゃんの鼻側の乳輪が下顎側よりたくさん見えています。赤ちゃんの下顎は乳房にくっついているか埋もれていて、鼻は乳房から離れています。下唇はおそらく外側にめくれています。適切に吸着していると下唇は乳房に隠れることが多いのです。この赤ちゃんは吸着が浅く、口はあまり大きく開いていません。乳輪は鼻側も下顎側も同じように見えていて、下顎は乳房から離れています。下唇が外側にめくれているのは適切なサインなのですが、吸鉄すると頬が引っ込んでしまい、これは浅く吸着しているサインです。こちらの赤ちゃんの下唇は内側に巻き込まれていて、適切に吸着できていないサインです。並べて比べてみましょう。赤ちゃんの口はどんな風に開いていますか？赤ちゃんの口の鼻側に乳輪が見えますか？下顎は乳房についていますか？下唇は外にめくれていますか？ 6. 吸鉄の観察。この赤ちゃんは適切に吸着できていません。母乳を嚥下する目安となる休み休みの吸鉄ではなく、早く浅く吸い込んでいます。母乳の流れが遅いので眠たくなってきています。同じ赤ちゃんが適切に吸着できるようになると、顎の動きがしっかりとリズミカルになっているのがわかります。今では吸鉄ごとに乳汁を飲み込むようになり、頬は丸くなっていて目覚めています。頬が内側にくぼんでいるのは浅い吸着のサインです。何か支援をする前に常に母親を観察し、困難があるときには支援を申し出ましょう。母親が自分で授乳姿勢をとり、赤ちゃんの吸着を助け、自分でできるという自信をつけることがゴールなのです。母親が自分でうまく授乳姿勢を取れないときに、支援者が赤ちゃんを抱かせてあげることは自信をつける助けにはなりません。授乳が難しいとき、何が困難かを理解するため、ここまで述べた一連の観察を行い、母親が授乳方法を改善できるよう具体的な提案をしましょう。授乳していてどんな感じか母親に尋ね、母親の言うことに耳を傾けましょう。赤ちゃんがどのように母乳を飲んでいるか見せてほしいと母親に頼みましょう。掛け物を取ると赤ちゃんの体勢が分かりやすくなります。母親にいつものように授乳してもらいます。観察するときには直接授乳観察用紙の項目を頭に置きます。母親と赤ちゃんがうまくいっていることを伝えます。このことが母親に勇気と自信をもたらします。もし困難な点に気づいたら、何が助けになるか説明します。例えば赤ちゃんが乳頭から簡単に外れてしまうことに気づいたら、赤ちゃんをもっと自分に引き寄せて抱くとうまくいくかもしれません。実際にやってみせてよいかを母親に尋ねます。まず支援者が自分の体で母親にやってみせます。支援者の手を母親に優しく添えて、一緒にやってみる必要があるかもしれません。母親が自信を持って自分の力でやれるように、自分で確認できる授乳のポイントを伝えておきましょう。
覚えておきましょう。母乳育児中の母親を支援するときは、まず授乳の様子を観察しましょう。6つの直接授乳の観察項目を覚えておきましょう。母親の様子、赤ちゃんの様子、乳房の様子、赤ちゃんの体勢、吸着、そして吸鉄です。うまくいっていることは褒めましょう。そして母親がどのように授乳姿勢と吸着を学んだらよいかを適切に支援しましょう。